だ。さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜151年風を落とした窓。ラジオが始まってないからわざわざ騒いでいただいた方が。はい、皆さんこんばんは。浜っ子ストリーム、今日はですね、ここは野毛のなんて言ったらいいんでしょう、旧コロンビア、今はですね、ここは、お店になってるんですかね。使われてないんですね。使われていない。でもここが何かの情報の発信基地になるという、野毛の有志の方々でここを何か盛り上げていこうというですね、これから野毛の未来がここから始まるみたいな、そういうですね、とても有志ある場所に今日来てるんですけれども、なんと今日は隣に浴衣のとても美しい女性が座っていらっしゃいますよ。この方はどなたでしょう。はい、皆さんこんばんは。横浜が大好きで、横浜でいろんな活動をしておりますうさこと申します。よろしくお願いします。はい、今日はうさこさんに隣にですね座っていただいてます。で、実はずっといないそうですね。今日はなんか花火に行くとかで、はいはい、そうなんです。今日ですね、はい、別に何があって浴衣を着てるとか言うんじゃなく、いきなり入ってきた中浴衣の女性が2人であれ、そうなんですよ、はい、夏なので、はい、浴衣着たいねっていう、ただそれだけで、今日は浴衣会を しておりまして。なるほど、はい、先ほどちょっと、和風なお店でご飯食べてきて、これから万葉クラブの裏の公園で、うんうん、手持ち花火をして遊ぼうかなと思って、夏といえばやっぱり、ね、そう、夏といえば花火ですよ。もう今年は、ね、震災の影響で自粛ですけど、うん、今月でも神奈川新聞の花火大会あるんですよね。そうそう、17日そう、17日、はい、それは行かれるんですか。それはちょっと行きたいなと、でどこかしらでは絶対見ます。ただ今年知ってます、変わっちゃったんですよね。規制がかかりまして、うん、臨港パークとその万葉クラブ裏のスペースは、うん、有料なんですよ。大人が2,000円、うん、子供が800円だか1,000円だか、はい、そう、有料で、もう入り口は1箇所しかなくって、うん、チケットをローソンで買わないと入れない、はい、そこで見られない。でしかもシート引いちゃいけないんですって。立ってみるってことですかね。2500円払って立ってみたら、おう、おう、椅子とか、椅子とかなんかこうないのかみたいな。もうダメでしょう。ダメです、うん、はい、見たいですよ。なるほどね、はい、ということはまだこうね、行くか行かないか決めてないってことは、はい、ね、皆さんまだチャンスがありますよ、ね、2500円ね、2000円です。2000円買っていただいて、はい、うさこさんのところに、行かないかと言っていただければ多分、ね、はい、誘ってください。はい、ということで、ユーストで公共で花火に一緒に行く人募集みたいなことですけどね。はい、募集はここまでで、募集はここまで、はい、ここに電話番号書いてありますので。ないないみたいなね、はい、そんな感じなんですよ。今日の花火は、今日の花火は万葉クラブ裏の公園で、うん、私いろいろ買っちゃいました。じゃじゃん、ほら、おそしてじゃじゃん、じゃじゃん、そう、線香花火とかなんかいろんな花火が、これこういうの好きで、私これが好きなの。そのパチパチ花火が、パチパチ花火超好きです。線香花火も好きですね。もう大好き、線香花火はね、皆さん、皆さん好き、ね、そう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 、うん、ね、じーっとやってこうどれだけ玉が大きくなるかっていう、ね、途中でポトって落ちて、ああ、そうなんですよね、はい、まあ、横浜の中でね、こう花火大会っていうと、うん、もちろんその開港祭、はい、そうですね、大会ありますけど、はい、まあ、うさこさんはやっぱ開港祭といえばね、そうですね、はい、知る人ぞ知る知る人ぞ知る、はい、27回の時に親善大使をさせていただいて、その後はもうボランティアとして関わって、去年と今年は横浜スイーツパラダイスという結構大きくなった規模のイベントの企画をさせていただきました。はい、スイーツパラダイスといえばね、200円払って横浜の
お菓子の名店のお菓子をなんか3つぐらい食べれる。そう、3つ自分で選んで食べる。すごいですよあれ。そうですね、あれ本当大盛況で、開港さんの日大雨だったのに、うん、あの朝あの TBS の花丸マーケットさんが放送してくださって、うんうん、でまあ、それ以前にも横浜ウォーカーさんがあの一面使って取り上げてくださって、それでお客さんがそれを見ていらしてくださったんですよ。で大雨にもかかわらず、もう予定の916人ももう始まって30分するかしないかで全員来ちゃったみたいな。スタッフやってたんですけど、はい、もう始まる前から並んでましたから。そうそうそう、あの長蛇の列みたいな。そうなんですよ、11時スタートが10時にはお客さん1人目が来て、午前中全部完売ですからね。そうです、はい、そうです、そうなんですよ。なんでね、開港祭のね。でも普段は何をやってらっしゃる方でしょう。普段は、最近は派遣で事務職してますね、はいはい。その他にも何かいろいろ。その他にもイベントで MC をやったりとか、あとはちょっと声優の駆け出しの声優でございまして、喋、はい、りの仕事もしております。そうなんですよね、今度。今度ね、ちょっとね。はい、はい、あの私は出ないんですけど。はい、あの作、ちょっと原稿、脚本を書いて、はい、私と私の友達2人で、ちょっとした作品のラジオドラマ、ラジオドラマね、をやることになりました。はい、まあ、港未来大学という、ね、市民大学をちょっと今立ち上げさせていただいているんですけども、はい、それのイベントの中で行わせていただきますので、8月の27日土曜日、はい、午前中、はい、11時、場所が決まりまして、はい、決まりました、はいはい、どこですか。クロスパティオって言って、はい、港未来のランドマークと、うん、それからクイーンズタワーの間にこう、はい、あのハードロックカフェとかいろいろある場所ありますよね。ありますね。あそこのところに、横浜緑の協会という、あります、あります、あります。あそこのグリーンスポットっていうところでやることに、ちょっとなりましたんで。いいじゃないですか、はい、オープンスペースで。そうなんです、オープンスペースで誰でもフラッと入ってこれますからね。そうですよね、はい、通りがかりの人がちらっと見れる、うん、です。あら素敵、すごい絶好のロケーションで。ですね。でもあそこ結構ね安いんですよ。それだけじゃないんですけど、でもね、上のあのそれこそ港未来ギャラリーから比べれば、うんうんうん、桁が2桁くらい違うんじゃないかみたいな。まあでもね、それうちはちょっと港未来ギャラリーでやりたいなと思ってます、ね、うん、あいいですね、はい。まあ、そんなんであのね、この美声を、あ、はい、磨いておきます。皆さん聞きたいという方はですね、ぜひ8月27日もお楽しみにしていただければと思いますし、はい、また17日、はい、花火一緒に来て募集だそうです。あ、はいはい、連絡ください、ぜひ一緒に行きましょう。今度は電話番号、ね、はい、ないですないですみたいな、ね、はい、まあ、今日はですね、はい、あのいろいろとディレクターの方からお知らせをしろということで、はい、あの実はあの庵野光政さんっていうね、はい、ご存知ですか。なんとなくお名前聞いたことありますが、ほとんど知らないですね。何されてる方なんですか。作家さんなんです。作家さん、はい、あの画家の方です。画家、はい、ここにあの写真がね、画家、はい、あるんですけど、これ写真出ますかね、はい、ユーストにね、いきなりね、はい、もう何言ってもあのすぐやりますからね、すごいです。さすがです、はい、ディレクター、もうペラ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 喋ってるうちにどんどん絵が出ますから。偉いです、うん、でいきなりあのここであのニューヨークの絵を出せって出てきます。すごいですね、ひげを蓄えた、はい、伊達にひげ最近生やしてますから貫禄のためですかね。いやでもね、最近ねすごいんですよ、あっちこっちのユースト放送、横浜でやるユースト放送の方にあのやっぱりこう配信で引っ張りようかなんですよね。へえ。必ず横浜でユースト放送やるっていうと、あ、いるんですね。彼がいますから。え、職業なんですか。職業はですね、職業不定でございます。あ職業、いや違います、あのちょっとお堅いところでちゃんと、あ、そうなんですか、あのお勤めにをされていて、私みたいなヤクザの商売じゃないですからね、はい、非常にやっぱりこうバランスが取れてるっていうか、すごいですね、いい加減なやつとこうきちんとしてるやつみたいな。そうですね、はい、そのマッチングがいいんですよね。そうですねって認めちゃいました、認めちゃいました、認めましたね、はい、まあそれはいいんですけど、まあ、今多分、画面の方に出てると思うんですが、はい、この庵野光政さんの、はい、展覧会、はい、庵野光政美術館開館10周年記念、はい、はい、庵野光政展ですね。アンデルセンと旅してってことなんで、はい、あの画家の方なんですけど、うん、結構ね皆さんは多分絵本とかでご覧になるケースっていうのすごく多くね、あの多いと思うんですが、これあの場所は、はい、美術展の場所は現神奈川近代文学館展示室。神奈川近代文学館っていうとあの山手、山手ですね、うん、はい、港の見える丘公園の、うん、おさらぎ二郎美術、美術展っていうんでしたっけ、おさらぎ二郎館みたいな、はい、の方に行くところにある美術館ですね、はい、はい、そこのところで、会期が2011年8月の6日、今週土曜日ですね、はい、から
結構長いですね。9月の25日日曜日までということ で、はい、で休館日は月曜日。なるほど、はい、9月19日は開館するそうですね。なんか図書館っぽいですね。それですね午前9時30分から午後5時まで、入場は4時半までということですね、はいはい、お仕事終わってダッシュでもちょっと間に合わない人多いですけどね。ちょっとそうですね、うん、はい、平日、まあ、夏休み中に行っていただくとか。そうですね、まあ、あとはあの、ね、お仕事の方はちょっとね、山手に配達に行ってきますみたいな、ね、あ、営業でね、営業でね、はい、そうそうそう、直行直帰みたいな、なんかこう勢いよくバーって出ちゃえば分かんないですか社長さん、俺なあれうちの会社なんか山手に取引先あったっけみたいなまあいいやみたいなね、そう、うん、はい、はい、ということで料金は一般が600円、前売りが400円ですね、うん、あ、20歳未満および学生は300円、あと65歳、65歳以上の方も、はい、300円ですね。結構リーズナブルに見られますね、うんうん、はい、絵もなんか可愛らしい絵、あの雰囲気があのなんていうんですかね、ほんわかした、そう、ほんわかしてちょっとね、はい、やっぱ独特のカラーがあるんですよね、うんうんうん、色がね、まああの多分今ユーストの中にこれユースト出しちゃうとまずいのかな、絵を、いや大丈夫ですよね、はい、うん、トリックアートが得意なんですって、ちょっと不思議なね、うん、あの感じ、こうじーっとこれをこの世界を見てると、うん、あのだん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 なんかこう自分がこの辺のなんかこう、はい、あの家の中の窓の中にこうとかいつの間にかこんなんか入ってたそういうトリック、いやいや、その気分になるから違いますよね、はい、ちょっとね Google であの画像検索をしてみました、はい、Google で画像検索を、はい、今画像検索の結果を皆さんに、はい、見ていただいている。Google すごいですよ最近、うん、侮れないですか Google ね、でこれであのちょっとアップしてみてくださいね、これなんかカメラにこっちはモニターに映ってるけど、そうですね、こっちは画面は皆さん全然違いますね、うん、あ、こっちを見ればいいのか、あ、なるほど、あ、出てますね、いっぱい、はい、こういう、あ、あ、上から2列目の左のなんかはちょっと面白いですね、これ、うんうんうん、あの、なんていうんだろう、パタパタ、あの、そう、パタパタの絵で、うん、表裏を、あ、なんていうのかな、出て引っ込んで出て引っ込んでなはずなのになぜかあれ引っ込んで出てるみたいな、そう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 、最終的にここに ね、 なんかね、そう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 、ねじれてるぞみたいな、うん、どこでどうなったらこうなるのみたいな感じの不思議な絵ですね、不思議です、これあの誰でしたっけ、外国人の画家でもいますよね、エッシャー、あ、そうそうそう、エッシャー、エッシャー、はい、そう、あれ面白いですよね、うん、なんか水がどん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 滝のように下に流れてると思ったら上にいたみたいな、なかなか美術詳しいですね、あ、結構好きです、はい、素晴らしい、はい、よくでもあの美術の本とか教科書とか載ってますよ、うんうん、エッシャーとか載ってます、載ってます、はい、はい、そう、エッシャーさんのそのまんま の、 あの絵っていうのもあの安野さん描かれてます、あ、へえ、模写ってやつですか、うーん、これあの安野光正さんの、まあ、展覧会というかこれを、県立、まあ、美術館ですか、はい、文学館ですか、神奈川近代文学、近代文学館でやるっていうのはなんかそこにゆかりがあるんですかね、特に10周年だからってことで、なんか横浜とこうゆかりがあるとかっていう方ではないですよね、生まれはだって島根県の、津和野町っていうところですよね、はい、なので、まあ、特にあれですけど、ね、まあ、やっぱりね、全国的ではないけれど、全国的にやっぱりこうね、うん、あの有名な方なんで、やっぱ横浜でもファンが多いということですね、でも嬉しいですよね、そういうあの全国的な方がね、横浜で記念の展覧会やってくださるっていうのは、だってこの方のね、引っ張りだこでなかなかね集めるの大変じゃないかなと思うんですよ、やっぱり、あ、これなんかもいいですね、影帽子、そう、かかぶ、これ可愛らしいですよね、うん、掛け星ってここいいとかって全然見えてないんですけどね、多分ね、そうですね、ウェブページの下の方に左下の方に影帽子原画っていうのがあって、それをちょっと今見てます、あの塔があのシルエットの、あ、これマッチュルの少女の挿絵になって、うーん、で結構あの絵本の即興詩人っていうのすごい私も好きで、うん、あの安野光正さんのすごく読んでたんですけど、あのなんか建物の絵がね、うん、とってもこうなんか独特の雰囲気なんですよ、うん、あのなんていうんだろう、こうまあ異国情緒っていうわけじゃないのかもしれないけど、ちょっとあのどこの国のなのかなっていう、うん、まあそういう意味ではね、あの今横浜で大フィーチャーされているあの国立小坂の、はいはいはい、あの方となんかちょっと、まあ、全然違いますけど、うん、なんかね、まあ世界的にちょっと通じるものもあるかなと思いますけどね、なんか今ここユースト画面に出てるかは分からないですけど、
このホームページに出てるこの即興詩人の絵の建物の雰囲気って横浜 の, そのちょっと歴史のある建物に似てません？あのゲーテ座の建物だったりとかちょっと雰囲気似てますね。似てる似てる似てる、うん、なんか安藤光さんって横浜の絵を描いてるわけ どっかの絵を例えば描いてくれてるとかってわけないですよね、そういうのはね、うんうん、でもなんか親近感湧きます、ね、まあ、勝手にこう横浜って思ってしまえば、うん、横浜人の得意なやつでね、そう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 、全てあの全部内から内らから出てるみたいな、何でも横浜です、何でも横浜感が第一です、そうそう、出発点ですみたいな、ね、はい、なるほど、はい、あ、ギャラリートークなんてあるんですね。そうですね、完全行事ということで、どこだっけ、8月10日と17日と24日全部水曜日の11時からギャラリートークが行われるそうですね、はい、ご本人様がいらっしゃるということですよね。なるほど、かなぶんキッズクラブとかってあの子供のなんかものもありますよ、ね、だからやっぱこうね、あの、まあ、もちろんその美術館に、ね、絵を見るときはまあやっぱりちょっと静かにの方がいいのかもしれないけど、うんうね、これお子さんとかもね多分行くことができると思うんで、あのやっぱ子連れのお母さん方とかにぜひ行っていただければと思います、うん、ちょっと山手のね上まで上がるのがちょっと大変かもしれないけど、はい、まあ、あの港の見える丘公園の方からあのまではバスがありますね。そうですね、バスがありますね。そうですね、赤い靴バス走ってますよね、100円で乗れる、はい、時々あの乗りますけどね、赤い靴バス、ね、あ、本当ですか、うん、あの全然あの関係なしに、うん、桜木町から山手まで行きたいなって言ってわざわざあれ乗ってなんかたまに観光気分を味わうみたいな、はい、よくやりますね、はい、なかなか悪くはないですよ、うんうん、はい、はい、そんなんでちょっともう一回、はい、ご紹介をすると、はい、庵野光政美術館開館10周年記念ということで庵野光政展アンデルセンと旅してというのがですね、これ2011年の8月の6日土曜日から9月の25日日曜日まで、はい、神奈川近代文学館の展示室で、行われるますので、ぜひ皆さんですね、はい、こちらの方に行っていただければと思います。はい、はい、いいですね、はい、なんか絵とかね、いいですよね、見たいなと思いますけどね。そう、絵といえばあれですよね、今先ほどちらっと出ましたけど、はい、あの今スタジオジブリのアニメで、はい、横浜が舞台のあの小栗小坂からの、はい、原画展が原画展横浜そごうで10日から行われますね、うん、そうなんです、はい、6階の美術館、はい、あのあ、うん、なんかね、券もらった時にね、あの、はい、一緒に券もらった人が、うん、あ、なんだ、映画のチケットじゃないんだってがっかりした人がいたんですけどでも、まあ、よく考えれば、よく考えればよく考えればね、はい、映画のチケットはその辺で手に入るじゃないですか、うんうんうん、でも、原画ってそこでしか見れないですよ。そうです、そうです、だから、あの、ある意味、やっぱこう貴重だっていうか、うん、そうですよ、そうです、貴重なんですよ、あれは。だって原画展本当に自分の地元でやってくれない限り見られないじゃないですか、うん、見られないですよ、うん、ね、映画館だったら本当に全国区でやりますけど、多分まだ三鷹に行ったって原画見れないはずだよね。あ、多分、うん、そうですよね、ということは横浜でしか見れないんですよ、うん、そうです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 、だからみんな横浜に行きましょう。そうです、はい、ぜひ横浜へ、そごうさんの、はい、横浜そごうさんの告知のページを、あ、そうですね、あ、国立小坂、はい、国立小坂、8月10日から15日、お、たったの6日間ですか。そうなんです、短いんですよ。あら、短い、行かなくちゃ、これ行かなくちゃ、はい、一般大学生500円って安いですね。安いですよ、うん、まあ、ちょっとそごうに ね、はい、だってそごうで美術館、美術展とかやると大体800円とかしますから、うん、高いからね、いつも、ね、うん、いつも高いので、今回はお手頃価格で行けますので、最近ね、はい、でもあの市のイベントに行くと必ずうちが配ってますからね。あ、そうなん、あ、どこ行っても国立小坂の、そうですね、私もスポーツセンター行ったらうちは置いてありました、うん、そう、もうとにかくあのうちわが欲しければ市のイベントに行きましょうみたいな、すごいですよ、横浜中央、うん、国立小坂が、あの、そうですね、私も映画見たんですけど、あ、もう、うん、はい、見ました、あの、そうですね、なんかちょっと時代がやっぱりちょっと昭和の自分が生まれる前の時代なので、うんうんうん、あんまりこう絵を見ててこれはどこなのかなっていう感じはあるんですけど、でもその小物とかが横浜のもの出てくるんですよ、三浜の靴とか、はい、そう出てくるので、うん、見てて、 あと山下公園とか氷、うん、川丸とかも出てくるので、うん、見てて横浜の人はちょっと嬉しくなる映画ですよ。私なんかリアルタイムで多分ほとんどなんかあれ60年代ですもんね、60何年だっけ、だから本当にあの生まれた頃の、うんうん、まあ、横浜、その時横浜いないんですけど、はい、なんか時代的にね、うん、すごくいい感じはしますけど、まあ見てないんですけどね、うん、なんか
これまでのジブリ作品と比べると、うん、そのファンタジー性はもうまあほぼ全然ない感じではあるんです、うんうん、けどなんかその横浜の人にとってなんとなく嬉しくなるような映画っていう感じです。いいですね、はい、横浜市見なきゃダメですね、はい、必須の映画で、そうです、あの横浜市教育委員会推薦ぐらい、あ、そう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 、そうです、学校でみんなで見るみたいなね、うん、学校で、そうそう、学校で見に行くぐらいのいいですよね、学校でみんな見そう、見ちゃえばいいね、見ちゃえばいいね、うん、そんななんかあのなんかわけのわかんない、あ、わけのわかんない、またられたいろいろね、まあいろいろ漁業時とかでね、そうそうそう、多分お忙しいと思うんですけども、先生方ね、うんうん、はい、でもなんかみんなで見に行くとなんか行ったら子供たちがわーって言ってね、ギャギャ騒いでるみたいなのもまあ面白いかなっていう、うん、はい、なんか昔の恋愛ってこうだったんだみたいな感じのもちょっと垣間見える、ね、そうそう、この間ちょっと話にある人と話になって、はい、昔って私もあのやっぱり 若い子というか例えば中学生とかの頃って携帯電話ないわけですよ。あ、はいはい、そうですよね。で、うん、その時にどうやって例えば女の子と待ち合わせをしたんだろうかとか、うん、どうやって約束取り付けたんだろうって考えるとなんかねこう思考がね回らなくなる。だってあれですよね、昔ってあの家に電話かけるんですよね。そうなんですよ。でお父さんが出て娘いるのにいませんとか言うんですよね。そうなんです。こうもしもしとかって言った途端にあー間違えましたみたいなね。そうなんですよ。でやっぱ待ち合わせも、うん、結局まあほらね、昔は例えばそれこそ渋谷だったらハチ公の尻尾の方の、うん、そこもまたそれもねどっち側とかね、うん、具体的に決めるんですよね。あの時間も本当正確にいかなきゃいけないし、そうなんですよ、うん、でそれで例えば相手が遅れたりすると連絡の手段がないわけですから、あの最長で半日ぐらい待ったことありますけどね。おお、はい、わお、私なら帰るまあ結局来たんですけど、はい、来たんだ、はい、なんか時間間違ったみたいなねどんだけどんだけ時間間違ったみたいな、まあ多分俺が間違ったのかもしれないけど、もしかしたらねちょっと気がせえってみたいな、ね、うん、それだけ好きだったってことですよね。あ、まあそういうことにしておきましょう、はい、はい、まあねそれに比べると今はね、そう、便利ですよね、すごくアバウトっていうか、うん、うん、そう、便利とも言えるし、なんかいい加減っていうか、なんかちょっと人をお粗末に しがちじゃないですか、そういう意味では。そう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 、なんか遅刻しても連絡つくからいいやみたいな感じになって、うん、待ち合わせだって大体、じゃあ大体あの渋谷のあたりでじゃあねみたいな、渋谷のどっちよみたいな、はい、でもそれでもね会えちゃうわけですから、ね、そうなんですよね、すごい時代ですね、うん、でもやっぱりね国立小坂のあの辺の時代っていうのはちょっといいかなと、うん、ここにいらっしゃる方々結構その辺でいいなと思ってる年代の方も結構今日はねいらっしゃいます。多分あ今回のジブリ作品は子供より大人の人、うん、40代以上の人が見てすごく楽しめる映画かもって思います。なるほどね。うん、40代の人に向けて今回は。哀愁漂うって感じじゃないですかね。ちょっとじゃあ見に行こうかな。はあ、ぜひ。わかりました。はい。ありがとうございます、今日は。はい。はい、なんかこんなんで放送終わってしまう感じも、あ、まだダメですね。うん、まあね、今日はこれから花火に行かれる、はい、そう、まあ、まだ暗い。まだ暗くなりきってない。暗くなりきってないですからね。はい。はい、暗くなってからじゃあ。暗くなったらそうです。はい、今日はじゃ あの花火をやって、はい、こう大勢でなんかワイワイ、あのそうですね、あの、うん、もう当初の予定では4人で集まるはずだったんですよ、うん、方来て、で2人がちょっと都合悪くなって、うん、ユリッペと2人なんですけど、あらら、 で、 そう、でもあのミクシーとかでつぶやいてたら、うん、なんか参加したいですっていう人がいたので、うん、ミクシーとフェイスブックとツイッターで、うん、どこどこで何時から花火やるんでやりたい人来てくださいねって呼びかけしてます。はい。ということで、はい、場所は万葉クラブの裏の、そう、海沿いの公園のところで8時頃から花火やりますので。これでも行っちゃっていいんですかね。なんかね変な人とかがね、あ、来たらね、ちょっと、ちょっと怖いなそれ。まあでもね、まあ、そもそもミクシーとツイッターでもうつぶやきって言ったらもう遅いみたいなね、はい、いう感じありますけどもね。はい。はい、まあでもあの変な人は除いて、そう、変な人は除いて、はい、あのまともな人たちは、そうそうそう、お友達の皆さんは、皆さんは、うん、もしよろしければ、そう、よろしければ来てください。夏のひとときを、ひとときをちょっと花火で過ごしましょう。最後は線香花火でこう、そうそうそう、チリチリチリとね、まあね、来週再来週にはね大きな花火がありますので、そうですね、それにちょっと、うん、前哨戦ということで、そうそう、はい、楽しんでいただければと思います、はい、はい、まあ、花火といえばね、うん、最近こう結構
いろんな、まあ、もちろんそのオーソドックスな花火ってあるんですけど、はい、なんかこう毎年毎年ね花火ってこうなんかいろんな新しいその花火やっぱこう開発されてきて、はい、特にその打ち上げ花火とか、うん、やっぱりその花火師の方々って、うん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 、毎年こういろいろ作りますよね。いろいろ作りますよ、はい、そういうのもね、あの本当に花火がすごい大好きな人は、うん、そういうところまで見てらっしゃるんですけど、まあ、ほとんどの人はね分かんないで、なんか綺麗なと思って見てると思うんですけどねでも本当にいろんな花火があって、なんだろう、いつの間にか気がついたらあのドラえもんとか、うん、キティちゃんとか出てきたり、あの渦巻きも出てきたりとか、本当見てて、まあ、角度にもよってあれですけど発見するのが楽しいですよね。あとハートハートマークとか、そう、本当いろんなの出てくるんですよね。いきなり国立小坂が出てきたらことすごいですよね。なんか盛り上がりますよね。それどのシーンが、どのシーンかっていうのわかんないんだけど、まだ映画も見てないから何をこう出していいのかよくわかってないんだけど、うん、横浜の坂とか出してもしょうがないしね。あ、でもモチーフとしては、うん、信号旗ですね。旗の模様があるんですけど、こうなんか旗にひし形に丸かな、うん、なんかそういうのとかが出てきたら面白いかもしれないですね、うん、あ、それでそのちょっと国立小坂に話いきなり戻しちゃいますけど、はい、私もやっぱり横浜に来て3年っていうか、もともと横浜の人間じゃないんで、うん、そうすると横浜って基本的に港だと思ってるわけですよね。フラットで港で海で、そうなんですよね。でも多分国立小坂見たら、うん、あれって感じしますよね。かなり山坂、そう、国立小坂見るとすごく急な坂を自転車でダーッと走り降りるみたいなシーンとかがあって、これ私は自転車で降りれませんけど、この角度みたいな、そのぐらいもう本当にすごい坂なんですよね。で、横浜って坂の町って言われてるぐらい坂いろいろあって、で、港はありますけど、海に面してる区、横浜って全部で18区はありますけど、はい、海に面してるのはそのうち6区だけで、残りの12区は陸なんですよね。で、山というか丘というかで、自然がいっぱいで、自然公園も横浜市がで作ってる自然公園もいくつかありますしね、うん、結構自然が豊かな都市なんですよ、ね、さすが元開港です、最新全体でスラスラと横浜の解説を、はいはい、でもそうこの映画を見ることによって、はい、横浜のまた違った魅力がね、うん、もしかしたらこうみんなの広まるかなっていう、それちょっと期待してるんですよね。そうですよね。でそれでちょっと、あ、なんか坂の町なんだって行ってみようかみたいなね、なんかね、いつもその港の周りだけでなんかこう食べて飲んだりなんか遊んだりしてたけど、うん、ちょっと奥の方に行ってみようかとかね、うん、いうのが出てきて、ね、みんながこう横浜中をこうなんかね、そうですね、横浜行ってみようかなって思ってくれたらすごくいいですよね、はい、でどうしてもやっぱりこう中区とか、ね、西区とかあの辺りばっかりがいっぱい人が来るんで、まあそれは家の近くに来られたらそれは迷惑かもしれませんけど、ね、やっぱりこう他の区でもいろんな楽しいところとかもあると思うんで、はい、うん、これやっぱりね、ジブリ。ジブリ。ジブリ様々ですね。はい、様々ですよ、もう横浜今年はね。はね、まあいろいろありましたからね、今年はね。まあそういう中でこうね、こういう映画でちょっと明るくなったりとか、ね、うん、していただければというふうに思いますね。はい。はい、まあ、そんなんで今年、今週ですね、ちょっと話聞いてみたいと思うんですけど、はい、週末、はい、8月の6日と7日、うんうん、実は日本丸の、はい、カフェの前で、はい、マルシェをやりまして。ほう、横浜グリーンピースっていうね、はい、地産地消を、要は横浜の野菜をこう広げて広めていこう、うん、ね、横浜のこう物産を広めていこうっていう活動をもう10年ぐらいやってらっしゃる松脇さんっていうシェフの方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その方とが、中心になって、うん、まあ、今回みなとみらい大学のお手伝いをさせていただいて、マルシェをやります、うん、はい、で今回は二本松の方から、うん、8人ぐらい、うん、人々が来ます。日本丸から、日本松、日本松、福島、日本松、福島県の日本松から、へ、日本松市からですね、はい、人が来て、でいろいろとそのまあちょっとお野菜はね、はい、まあいろいろとやっぱりこうなんかいろんなことがちょっとあるんで、まあ、今回ちょっとお野菜遠慮して、まあいろんなその和菓子であるとか、うん、それからまあ醤油であるとか味噌であるとか、そういうこう物産をこう今回持って、まあ、お酒もあるのかな、持ってこられて、うん、で実はその横浜の野菜で、もともとはその横浜、福島の野菜で、ザクザクっていうなんかちょっと不思議な郷土料理を作ることになってたんですけど、まあそれがあるんで今回はその横浜の野菜を使ってザクザクを作って、それをみんなに食べてもらおうってことがあったりとか、で、あとはその、横浜の野菜を使ったカレーであるとか、うん、まあ、スイーツであるとかっていうのが、うん、出ますんで、
であの私も野菜売ってますから。あ、そうなんですか、はい、売り子さんやってるんですか。売り子さんで、もうあの3回、4回ぐらいあのマルシェで売り子やってますけど、はい、ぜひね、ちょっと日本丸の方に、はい、日本丸のマルシェで、はいはい、7日の日は確か総飯店パンってあの全部こうやるんですか、こう広げるイベントなので、はい、多分昼3時前後ですよ ね、 そうですよね、はい、はい、それもあるんでね、ぜひそれも兼ねて見ていただければと思います。あ、ありがとうございます。出ましたか、はい、すぐ出してくださるっていうね、はい、はい、お、日本松物産×横浜野菜マルシェ&カフェあと日本丸ですって、はい、6日7日ですね。またやっぱり横浜ってイベントの街だなと最近つくづく思うんですけど、うん、8月6日ってもう一つイベントありますね。あります、はい、吉田町の、あ、そうだ、はい、お祭りが、はい、ありまして、そこで、あれは去年作られたんでしたっけ、アラメヤ音頭、うんうん、はい、の盆踊りもありますし、あとは、屋台が出るんでしたっけ、縁日か、縁日が、はい、出るんですよ、はい、アラメヤ音頭もいいですよね、はい、アラメヤ音頭、私この間初めて、うん、あの練習会に参加してきたんですけど、うんうん、覚えれば結構、うん、あれ盛り上がりますよ、うん、盛り上がります、なんか面白いです、うん、本当に面白かったです。去年みなとみらいであの盆踊りやってて、そこアラメ音頭ずっと流してましたから、ね、うん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 、あ、でも私去年みなとみらいのあの西区のお祭りに行った時に、うん、アラメヤ音頭流してて見てたんですけど、炭鉱節の振り付けで踊っててえっとかあの仕切ってるおじさんが、うん、アラメヤ音頭は炭鉱節の振り付けで踊れますからとか言って、そのまま炭鉱節の振り付けで踊っちゃってて、ああ、ええ、こうなのって私思って、うん、で、いや、ま、待って、違うはず違うはずとか思って、で私今年参加して違うことを確認してよかったと思ってあ、確かにウェブページかどっかにあ、 YouTube だったかな、なんかあのアラメヤ音頭の振り付けを見ることができるページが確かあったと思ってます。あ、そうなんですか、はい、うん、もうびっくりしましたよ、ね、それはないでしょうと思って、はい、まあね、全国にいろんなものがありますけど、はい、確かにあの盆踊りって大体もうリズムが一緒ですけど ね、まあね、うんうん、だからといってそこは混ぜないようにしましょうよみたいな、やっぱりちょっとアラメヤはちゃんとアラメヤで踊っていただきたいみたいな、ね、そう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 、うん、はい、なると思います、はい、まあそんなんで、はい、盆踊りもあるし、はい、花火もあるし、はい、今年の夏は楽しいことがいっぱいあるからと、そうですね、はい、はい、あ、これは何だろう、アラメヤ予告、8月6日17時から20時、うん、これは戸塚の方の、あ、これ戸塚なんですか、はい、へぇ、アラメヤ音頭の方のホームページ、あ、ね、はいはいはい、ちゃんとホームページがあるんですよ、そうそう、この間これを見たんですよ、うん、そう、この絵柄のハッピーガールって知ってました、アラメヤ音頭ってグッズいっぱい作ってるんですよ、うんうん、ハッピー、お、お、実はこんな、じゃん、裏を、これが表で、うん、裏がだだだ、こっち持ってください、はい、そう、こんなハッピーが可愛らしいですよね、うん、すごい可愛い、1万円するんですよ、1万円、あ、そうなんだ、高いんですこれでも横浜でしか買えないですからねそうですね、はい、これどこに行ったら買えるんですかね、これアラメヤ音頭のあの花花で売ってますね、あ、そうそうそう、花花でね、ありがとうございます、こんななんかあの、ロコサトシさんです、うん、誰、ロコサトシさん、ロコサトシさん、へー、なんか普通にね、あのなんか横浜のお土産屋さんのとこに置いとけばね、置いといたらいいと思うんですけど、かわいいと思って買ってくんじゃないか、うん、ね、うん、ほらなんかね、あのそうやって来られる方って結構財布の紐が確かにそうですよね、あの旅するとちょっとお財布緩みますよね、これ横浜でしか買えないんですよって言われたら、あ、じゃあ買おうかしらみたいなね、うん、じゃああのうちの家族分ちょうだいみたいな、ね、買って帰ってどうすんだみたいなやつ、まあ、CD も一緒につけて、DVD も一緒につけて、アラメ音頭全国に広げようみたいな、アロハも、あ、そうそうそう、そうなんです、アロハシャツあるんですよ、アラメアって、あと T シャツもあるんですけどね、これはアロハシャツ、これもあのよく見るとこのね、絵柄がちゃんと、これな、何ちゃんなのかしら、頭はきっと横浜の Y ですよね、うんうん、クリオネです、クリオネ、クリオネなんだ、へえ、そうなんだ、ほらほら、ね、北海道出身だから、ほら北海道って言うとよさこい、あれがよさこいがなんか全国ではびこっちゃってるけど、うん、これ、まあ、怒られるかんなこと言ったらこれアラメをね全国に広げるっていうのもね、うん、面白いかもしれない、ね、面白いかなっていう、アロハ着て、アロハ着て、沖縄行って踊っちゃえばいいんだよ、うん、
とりあえずまず沖縄をちょっとターゲットにして狙うかなっていう感じですね。はい、はい、まあ、ということで、もうそろそろお時間となりましたんで、あ、お時間じゃないですね、はい、あとは、あの、うそさんの方は、私ですか、何か告知とか、私の告知は発表会とか、あ、終わっちゃいました、青年の主張とか、青年の主張、いや、バレエの発表会終了しまして、はい、あと次はもうさっき言ってたね、ボイスドラマの方に、はい、はい、集中しようかなと思ってます。声優をやってらっしゃるってことですけども、はい、はまだまあぼちぼちなんでね、うん、で声優ってやっぱりこうね、声だけじゃないですか、はい、当然ね、はい、でやっぱりこう、あの、まあ、今回ほら役者の人と、うん、役者の知り合いの方と一緒にこう、うん、まあ、コラボでやるんですけど、なんかこうやってて練習とか例えばやってて、うん、なんかこう立ち振る舞いとかなんかちょっと違うところってありますか、声優の方と。いや、あ、今回一緒にやる人は、うん、あのミュージカル出ますけど、うん、あの彼も声優志望なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。だから同業なんで、うんうんうん、はい、そうそうそう。まあ一つ宣伝すると、うん、私去年と一昨年出させていただいた、あの神奈川ミュージカル協会っていうところのミュージカルの公演が、8月の13日の土曜日に、はい、県民ホールで行われます、はい、もしよかったら見に行ってください。はい、アンナ・カレーニナをやります。カレーニナ、はい、すごい大作ですね。そうですね、メインをやる方たちが音大を出てる方たちで、歌がすごく、うん、あの得意な方たちなので、まあ、お芝居よりは歌の方がうまいなっていうのは正直見てて思うんですけど、はい、うん、でもすごくこう市民参加型のお芝居で、そういう意味では面白いかなと思います。はい、はい、ぜひぜひ、はい、まあね、やっぱりこう声優っていうと、こうアニメの結構黄金世代で育ってるんで、あ、ガンダムとかですか。いや、ガンダムのもっと前なんです、うん、ガンダムはちょっと私のもっと若い世代なんで。何世代、それこそあの、宇宙戦艦ヤマトとか、はい、それこう、あの、アトムよりは後ですよね。アトムは、アトムはあの うちらのこう、踊る、さらに上ですけど、はい、マジンガー Z とかね、キューティーハニーとか、ね、はいはいはい、はい、へー、あとタイガーマスクとかね、うーん、あと何年あったっけ、女の子向けだったらバージャックコメグちゃんとか、うん、そうだね、あー、うん、まあ、松本零士がとにかくガーンと、はい、出てきたのがちょうど銀河鉄道3ないんですね、そうそう、私が中学生ぐらいの時だったのかな、はい、だかその頃ってやっぱりその声優さんって、もうとにかく芸達者な方々っていうか、もう今はね、もう当然大御所になって、大御所ですよ、超大御所の方々がいっぱいだったんですけど、はい、うん、先日もね、あの野沢那智さん亡くなっちゃいましたね。そうですよね、はい、そうなんですよ、野沢那智さんとかがね、もう全盛期で、うんうんうん、っていう方々だったんですけどね。最近はまあもちろんその昔はねアニメだったけれども、最近は例えばゲームだとか、はい、と海外ドラマですね、海外ドラマとかね、はい、いろんなところに行ってこう活躍の場って、もちろん昔も映画とかあったんですけど、うん、あのそういう意味でこう、あのいろんなところにその声優さんの活躍の場っていうのがあると思うんですが、あのそういう意味でね、やっぱりこう、あの、まあ、私は今あんまりそのアニメとかも見ないですけど、うんうん、結構ね、あのアニメの声優って、アニメの声優というか声優さんってかなりヒーローなんですよね。この中のイベントに行ったら、そうですね、というかまた、みんなスタンディングオベーションの中迎えてました。そう、声優はなんか妙に流行ってると言いますか、うん、人気商売なんですよね、うん、あのブームがちょいちょい来るみたいで、うん、第1次ブーム、2次ブーム、うん、3次ブームで、多分今は5次ブームぐらいだと思うんですけど、うん、かなり声優ブームで、なりたい人もものすごいたくさんいるし、うん、声優に対してファン意識を持って、で声優がもう多分昔に比べるともう、なんて言うんだろう、本当に表に出てくる率が高くなってて、そうだね、昔はだって、うん、あのアニメで声知ってたけど、基本的には外に出なかったですからね。そう、あと、はい、顔を知られないようにしようって、うん、そう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 、あえてしてましたしね、うん、してました、してました、うん、そうか、まあ、もちろんその秋葉系のいろんなその、うん、まあ、あのカルチャーっていうか、やサブカルとかね、そっちの方で、あの、まあ、その辺もかなりその声優的にはメジャーなあれだと思うんですけど、この間あのかな、TBK の、はい、あの下でイベントがあって、あ、なんかあったらしいですね。 ありました、あのメイドさんとかいっぱい来てて、うんうんうん、でそこになんかあのなんかわかんないうちにあの浜県の杉浦さんに連れて行かれて、そこにいつの間にか自分がいたんですけど、はい、
どうでしたか。で、一緒に行った椿さんっていうね、はい、さっき言ったあのシェフの方が、はい、あのもうその世界についていけなくって、はい、かなり動揺してましたけどでもその後一人であのなんかまあいいや、あのメドカフェ行ったとかっていう話もなんかあ、そうなんですか。まあいろいろちょっとお仕事のこともあったんでね、行かれたみたいですけれども、うん、まああのそんなんで、あのそこでね話をしてたのはやっぱりどうしてもあのやっぱりああいうアニメ声優っていうかあのあれもやっぱりこうメジャーっていうかメインはやっぱり秋葉で、うん、横浜っていうのはそういうカルチャーっていっぱいあるんだけど、どうもやっぱりちょっとあ、まあ確かにそうですね、あるんですよ、神奈川、うん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 、横浜っていうのがあるんで、やっぱここは横浜系の、うん、やっぱこうサブカルっていうか、うん、それを盛り立てていきたいなっていうことでみんなかなりね張り切ってました、うん、すごいんですよ。でね、彼らね実はね、あの去年リンコパークで、はい、あのまあ、要するにその、まあ、いわゆるオタク、はい、系の人たちが集まっていろいろとイベントやってたんですけど、コスプレとかしてね。でもあの結構ね見てる通りがかりの人たちは、うん、なんか、何あの人たちみたいな感じで見てるんだけど彼らねすっごいねその IT リテラシーが高いのね自分たちで映画撮って、うん、編集して、うん、アニメ作ったりとか映像作ったりとか、うん、すっごいバンバンできて、うん、あーへー。だから要は単にそのコスチューム着るとか、うん、アニメを見るだけじゃなくって、うん、彼らは自分たちでも作ることができるんですよ。そういう意味ではね、あの本当にあの高い技術を持った人たちが実はあの中にあのねああいうこう文化に集まってるっていうのがあるんで侮れないです、うん、その中でやっぱり声優ってヒーローですから。そうですね、ヒロインですし、はいはい、頑張りたいです。頑張ってください、はい、そのうちの有名になってね、はい、これなんかなりたいです、ね、ユーストレで喋ってくださいって言うのか誰があなたみたいなねそんな感じになるかもしれませんけどね。そんな高火にはなりません。高火にはならない。はい。じゃあ有名になったらね、ちょっと今のうちサインをもらっておこうかなと思いますから。はい。じゃあ。ということで、今日は。あれ？いいんですか？その後一人で進行せず。一人で進行したくはないんですけどね。あ、そうなんですか？皆さんお待ちじゃないですか？大丈夫ですか？そろそろかな。どっちでも大丈夫でも待たせちゃ悪いもんね、あの来た人がどこだどこだってなっちゃう。いや来る、リチャードさん来るからね。うん、そうですね今野毛で喋ってますみたいなできたらユースと見てください、はい、そう、そろそろ移動しなければ、まあ、そろそろとね、はい、あの移動されるということなんで、はい、え、今日は楽しんで、はい、いただければと思いますので、はい、ありがとうございました。続けて頑張ってください。頑張ります、はい、ね、あのいなくなったら一気にビュアが下がるっていうねいなくなったらあ、じゃあやめようみたいなそう、今どのくらいいらっしゃるんですか。今どのくらいいらっしゃいますかね。そんなには7万人ぐらいの方が、はい、あ、本当ですか、すごい。これであのいなくなったらね途端に半分以下に減るんですよねそうですかね。そうです、大体そんなもんです。今から花火してきます。はい、イエイ。いや、手持ち花火何年ぶりだろう。そうなの。はい、では行ってきます。はい、行ってきます。はい、ありがとうございます。はい、ということで一気になんかこの辺の空気があのドーンとね暗くならないようにしたいと思いますけどもね。はい、あ、一人拾いました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ね、もし、お時間のある方はね花火を一緒にもしマヨクラブの方に行ってやっていただければと思いますんで、はい、あと最後に、ここの、そうですね、ここでちょっとご紹介をしたいなと思うんですが、ちょうどですね浜圭さんの方に、はい、お日様生揚げ発電所っていう、あ、さっき見ました記事、はい、記事がありますので、こちらの方をちょっと紹介していただくとあれなんですけど、出ますか。ですね、浜圭の今ちょっとですね、確かね記事ありました、ね、何でしたっけ。お日様ナマズ、お日様ナマズ、はい、今ちょっとあのニュースをね出したいと思います。検索の仕方が悪くて出てこないんですけど、これ、あ、そっか、野毛の旧六期って言ってさっき出てきましたね。画面の方はまあ、あのちょっと今、ニュースの方を、出したいなと思いますが、ロッキーじゃなかった、コロンビアだ。ロッキーさんです。あのここはもともとなんかコロンビアっていう、スナック、うん、喫茶店ですよね。うん、はい、
あ、出ました、乃木にネット放送局お日様、発電所多彩なゲストが登場ということで、これは2011年の8月の3日の記事ですね。今日ですね。今日の記事ですね。はい。はい、あ、今日の記事なんだ。あ、そうだ、今日の記事だ。はい。で、あの、ちょっと見ると、これ、あの、花花っていうね、あの、まあ、野毛の、いろんな文化っていうか、はい、こちらにありますけれども、まあ、情報とか、あの、やっぱり野毛のね、こう町のいろんなにぎわいを、やっぱこう作ってる拠点がありますけれども、そこのちょうど隣ぐらいですかね。のところに、あの、まあ、古い喫茶店、本当にあの昔ながらの喫茶店っていう感じですね。入った途端になんかちょっと懐かしい感じがしますけどね。あの、こういう喫茶店っていうのはね、基本的にあのあれですよね、あの、まあ、学校に行かずに来るところですよね。はい。あの、授業にとりあえず、まあ、朝行って、で、一応、まあ、誰かに出席を頼んで、で、まあ、ここに来るというね。なんかね、最初からここに来るやつもいたりとかね。あの、よくあの、そうですね、歌で言えばあれですかね、あの、昔のフォークソングのいろんな、誰だろう、ガロです、ビリバンバンとかガロとか、そのあたりの人たちが歌ってるような喫茶店でしょうね。まあ、カフェという名前がね、最近はあの喫茶店じゃなくてカフェっていう名前になりますけど、カフェっていう名前に変わった途端にね、なんかこう居心地が悪くなった人たちも結構いるみたいですけどね。特に最近あの、やっぱカフェでタバコは吸えなくなってるじゃないですか。そうするとやっぱり喫煙する人にとってはカフェって聞くとね、なんとなくちょっとあまりよろしくないなっていうのがあるんですけど、やっぱこう喫茶店っていうとね、その喫茶店の、まあ、お茶なんですけど、やっぱりこうね、タバコを食い揺らしながらという、不良のたまり場といって、あの、気立てた人もいましたけどね。まあでもね、そこであのいろんな人生のいろんなものを学んでたみたいな、はい、ところなんですが、これはいつ頃からこんな建物って存在してるんですかね。この建物自体はもう昭和からですよね。10年ぐらいやってないとかいう空いてたっていう話で、なんか浜家の記事に書いてあるかな。ちょっと書いてないですね。浜家さん、そこの歴史まではちょっと、記事なんであれなんですけど、でここの建物を今後、もともとはその喫茶店で、あの、本当に雰囲気も先ほどちょっとあのカメラでね、見ていただきましたけれども、あの、とってもあの昔ながらのそういう雰囲気があるんですが、ここをこれからどんな風にしていこうと皆さんは野望を持っていらっしゃるんでしょうか。あ、思ってる方は、あ、思ってる方がちょっと大先輩が出ていただくのなんかこうあれですけど、お金に回ってるんですか。はい、もうすみません、あの、真島さん、どうも、こういうの見ながら飲んでまして、すみません、はい、いえいえあの、いや、あの、希望としてはね、はい、本当こう、なんていうか、トークライブの、このショーっていうかね、これをこうみんな見ながらこう、うん、飲みながら見るっていうような場にできたら、しかも放送して、放送して、ね、そういうのできたらいいなっていうのは希望としてはあるんですけどね、ですからこういろんな人たちがここでいろいろ喋ったり、はい、場合によってはこう演奏したりして、それを本当こう客席の方で本当に飲みながら見るといういいです、ね、そういうリラックスした場になるといいんじゃないかなというふうに思ってるんです。ここはこう今関わってらっしゃる方々ってどんな方々がここでは今、この辺はですね、やっぱこう野毛をなんとかしようというような方たちがいろいろとやってらっしゃいまして、はい、はい、あの、ね、いろいろ頑張ってますね、皆さんね。野毛ってエリア自体がね、本当にその町を、あの、まあ、もちろん野毛っていう町自体がもちろんいろんな方々が来られて賑やかなとこなんですけど、さらにこうなんか、あの、みんなが楽しんでもらえるところにしようっていう意気込みがすごい強い街だなって、ね、どうしても野毛って言って、今までこのおじさんたちのマニアックなこう、ね、うん、飲み屋があるっていうイメージあったんですけど、でも今実際はこう、あの、若い人向きのちょっとおしゃれなところとか、でも逆にまた、あの、おじさん風のお店でも若い女の子たちが、それが逆にね、あの、面白いっていうことで来てたりとか、意外とこう変わりつつあるんですよね。ですからそういうのもどんどんこう出していけたらいいし、またこれすごい場所としても便利なところなんで、はい、あの、駅もいっぱいあってどこからも来れるところなんで、だから情報発信の横浜のね、情報発信拠点としてもいいだろうな。横浜って決してあの港未来だけじゃないっていうね、そこなんですよ、実は、はい、一番ねアピールしたいのはね、やっぱこういう下町が本当に横浜の良さが残ってる、これをなんとか出したいな。だから建前のこの綺麗事のところじゃなくて、はい、本当にみんながこう本音でこう飲んだり話したりできる場所
としてのこの場所、野毛っていう場所をもっとこうアピールできたらいいだろうなっていうふうに思ってます。なんかこう、はい、地図なのか何かが今出てきましたけども、はい、ちょうどこれをやって、はい、花花フェスティバル2011、はいはいはい、やってます、やってますっていうか正式には6日に始まるんですけれども、幸せの架け橋、はい、これちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、これはですね、基本的にやっぱまあ、花々フェスティバルっていうのを毎年やってるんですけれども、というか2回目なんですけれども、はい、今回いわゆる震災がありまして、その中でこう地元からのこうエネルギーの発信っていうか、こうなんていうかな、とにかくこう地元一人一人がみんな元気になっていかないとしょうがないよって感じで、幸せの架け橋っていう名前になってますけれども、はい、そういう一人一人のこの幸せ、ちょっとした幸せをどんどんつなげていくっていうようなイメージでやってまして、内容的にも私なんか特に横浜って震災やっぱ受けてるわけですよ、関東大震災、はい、そしてもう一つ空襲を受けてる、2度 の、 すごい悲惨な状態があるんですよね、はい、でもそこからまさに不死鳥のように立ち上がっていったわけですし、その中では例えば野毛なんかはこの庶民の人たちの美空ひばりなんかの歌とか、ね、ジャズとか、はい、そういう中でこう本当にみんな歌を忘れずに、笑顔を忘れずに庶民は立ち上がっていった、復興していったっていう、そういうのをこう伝えられたらいいねっていうテーマがまた一つ今回大きいんですね。そういう意味では野毛ってやっぱそういう横浜がこうぐわっと立ち上がるところの原動力になった感じっていうのも言えますよね、はい、みんなの この心のエネルギーになっていったっていうところがあるので、はい、そういうふうなまたこの今日本のこういう状況の中でそういうふうなフェスティバルとしてやれたらいいなってことで、はい、まあ、いろんなものは実は盛りだくさんなんですね。そうですね、ちょっと中見させていただくと飲食の架け橋、はい、それからアートの架け橋、はい、それから地域の架け橋っていうことで、本当に盛りだくさんなんですけど、はい、ここで今まであんまりこうそうですね、言われてないところでは20日にですね、19日だったかな、20日ですね、つまり陸前高田っていう被災にされたところがあるんですけど、そこと生中継を結んで、こことですね、ここは昔喫茶店 の、 ジャズ喫茶のちぐさっていうのがあった町でもあるんですね。そこ の、 そのジャズの人と、あと陸前高田の方でもちょっとジャズ規制やってて流されちゃった方がいて、そこら辺でこう音楽を通して、あるいはこう同じ被災受けたけれども横浜を立ち直ったということで、そこら辺のこう交流を図ろうという企画も20日にあるんですね。これも割と放送局絡みではちょっと 重要なイベントなんで、ぜひ皆さん見ていただきたいなという、まあ、実際に足を運んでいただいてもいいですし、まあ、ちょっとね、はい、遠い方はそのユーストを見ていただいて、見ていただければ、はい、なんかこう被災地 の、 その庶民同士の、ね、交流っていうのを図っていきたいなというのは思ってます。これのインフォメーションっていうのは例えば見たりするときはウェブとかでどうか情報が出てるんですかね。はい、あ、そうですね、ここのところに花フェス、EX ブログですかね、はい、花々のところに行けば、まあ、情報があるってことですね。野毛花々で検索すれば多分出てくると思うんですけれどもね。それとあと夕方の帯番組、はい、TVK、ね、横浜ネット TV で流してますので、はい、ずっとここから1日から20日まで4時から午後の4時から、17時半5時半まで、はい、連続で流して放送やってますので、そっちもぜひご覧いただければと思います、はい、ただ6日にはさっきの吉田町の方の、町中ビアガーデンのところから生中継しますけど、多分飲みながらやるのかなとかね思ってます。スタッフみんな飲みながらやってるっていう感じだと思いますけど、夏ですし、やっぱりこう、はい、みんなやされて、楽しく、そういう感じでぜひそっちの方にもこう来ていただけると、こういうのを見てるだけじゃなくて、ぜひ皆さん来てね、いただけると面白いなと。ここもすごい、この窓の外みんな見てくるんですよね。すごいですよね。やっぱりこう、ね、オープンなところでやるのはすごく楽しいなと思いますので、はい、ぜひ今後は。ここでツイッターの方からちょっと一つ質問がありまして、はい、ここでライブとか、お願いできますか。
ぜひ、ね、その方向を持っていきたいんですよね、うん、広さとしてはそうですね10坪か12坪ぐらいあるのかな。だから例えばライブ大きなバンドは無理ですけれども、あのちょっとした、ね、ライブやりつつ、うん、それをこうライブハウス的にみんなこう飲みながら見つつ放送もするというね、はい、そういう場所になるといいなと思ってるんですよ、ライブを見ながら、本当のライブハウス的な形でも使っていただけるようになるといいなと思ってるんですが、まあ、これからの課題ということで、はい、その後で G プラスで流してくださいとか、G プラスブームプラス、ああ、はいはいはい、まあ少しずつ皆さんでこうで、ね、作り上げていくような感じで、はい、で本当その交差点の角なんでよく見えるんです、全部ガラス張りなんでね、オープンスタジオみたいな感じなん でやるとみんな注目されると思いますので、そうなんです。でも当然ここってあの、ね、横浜にずっと昔から住んでらっしゃる方ってみんな多分知ってらっしゃる場所なんでしょう、ね、多分だと思うんですけどね、はい、知ってる人はもう本当に分かりやすい場所だと思いますし。ね、そこのコロラドが、あのコロンビアがね、また違う形で、はい、あのこう命をまた吹き返してくると、みんなが盛り上がるんじゃないかなと、はい、まあ、基本的に空き店舗対策で始まったみたいなんですけれども、はい、こういう形でなんとかね、再生されていくといいなと思っています、はい、機材を持ち込んでいただければ、はい、ライブも、あの演奏の方ですね、うん、そこら辺はあの大丈夫だと思います。これ一軒家なんで音も多分大丈夫。ちなみに隣はあのジャズ の弾き語りのお店があるんですね。あそこもちょっと興味あるっていうか、あの割と有名なお店らしいんですけど、そういうような音楽の街でもありますし、はい、のげてとにかくライブハウス多いわけです。多いですよね。多いですね。ね、本当音楽、酒、あとなんだ会話、とにかくそういうような楽しい街にしてみたいですね。はい、横浜のやっぱりこう、本当の横浜っていうか、まあ本当のっていうのがちょっとあれですけど、うん、やっぱりまさに本音の横浜、本音の横浜、そうです、本音の横浜という感じで、あのアピールしていたら楽しめたらいいなという感じですね、はい、ますます楽しみな野毛地区でございます、はい、今日はそこからね、はい、あの放送を行わせていただきました。まあ、あのそろそろねお時間がかなり、迫ってきてるんですけれども、早いな。あの、まあ、今日はねいろんなその、出っ鼻はちょっと華やかな感じでお届けさせていただいて今ね、ちょっとしっとりした感じであの放送を終わらせていただく感じになるんですけれども、あの、まあ、ハマックストリーム自体がね、あのいろんな方々と、をこうつないでいくような、まあ、ハブになればいいなっていうふうに思って始めた、番組なので、あのどんどんこういろんな方々にこう参加をしていただきたいなというふうに思います。で、あのこんなふうにですね、あのスタジオ、まあ、ハマックストリームのスタジオがどっか定位置であるわけではなくって、まあ、いろんなところをお借りしてですね、私たち放送をこなしていただいてますんで、あのもし、ちょっとこっちの方に来て放送してくれないかっていうのがありましたらですね、ぜひあの私たちの方にご一報いただければと思います。あのさすがにいきなり沖縄に来いって言われたらちょっとね、あのいろいろありますけどね、まあ、横浜市内であればね、とりあえずはどこでもね間に合う範囲であれば、はい、行くかなと。ちょっとあの、消極的にうなずいてます、ね、ディレクターはね、あの私は喋るだけなんでね、あれなんですけど、ディレクターはいろいろ機材持っていかなきゃいけないんでね、ちょっと大変さがありますけどもね、あのそんなんでいろんなところでいろんな方々をこうつないでいって、あのまた楽しいね、あの放送をこなしていただければと思いますし、まあ、いろんな出会いからですね、なんかこういうこう新しい文化の発信みたいなね、そういうものがまた生まれてきたら嬉しいなというふうに思います、まあ、ということで今日は第50じゃない34回目ですね。すごいですね。いつまでか34回目。大したもんです。最後の最後にちょっと、ニュースっていうかですね、はい、ニュース、お知らせじゃないですけど、夏の甲子園、ちょっとロッキーさんがいるんで、ロッキーさんに言ってもらいたかったんですが、はい、ちょっともう時間がないので、横浜、はい、今日ですね、夏の甲子園組み合わせの抽選会がありまして、はい、横浜はですね、実はシード、おー、第1試合の第1日目の試合の、第1試合の勝者と横浜が当たるという形になっております。素晴らしい、頑張ってもらいたいですね。珍しいと頑張ろう、うん、ですね、もうね、これで盛り上がらないとね。そうですね、はい、私も地元なんですよ、農研大に住んでますんで、すぐそばにの予告がありましたね、もう応援してるんですよ。これでやっぱりこうね、ちょっとね、横浜盛り上がっていきたいなと思いますんで、ぜひ横浜の皆さんに頑張っていただいて、はい、応援私もしたいと思います。はい、本日はどうも
はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。